グーテンタークどうも、神秘学研究所のスピーカーカスです。はい、今回はですね、友達と動物園にスケッチに行ってきました。普段普通に行ってるような動物園でもスケッチをしに行くことをメインで行くことによって、知らなかった動物を知ったりだとか、みんなが知ってるような動物でも、あ、こういう体の構造してたんだっていう感じの動物がいたりとかしたので、とても新鮮な感じで動物園を楽しむことができました。そのスケッチの様子と動物たちをぜひ最後までご覧ください。それでは VTR スタート。プレリードッグ、かわいいな。じゃあこいつを描いていきましょう。どうですか？よく笑われてきました。知らん。かわいい。おー、いいじゃないですか、かわいい。こっちはなんか、本当に形取るのを専念してるというか、そっちの方が写実的というかなというか。ね。もうちょっと顔ちっちゃいわ。意外と顔ちっちゃいんだよね、こいつら。目が意外に細め。うん。あー、ページがページがめっちゃアンコール。そうですね、すごいリスっぽさがかわいいですね。4頭身ぐらいある、意外と、うん、意外と1,2,3,4 頭身ぐらいある気がする。こう顔があったとして 1,2,3,4 あー、ゾウさんを描いていきます。あ、ゾウさん めっちゃ来ためっちゃ近く来た。いいね、なんか分かってる感がある。全員そっちに行くのをやめください。何なんですか。お尻しか見えなくなっちゃったよ。父さん向こう行っちゃった。なんかゾウさん足難しくね。私のキャパに合わない足をしてる。骨見て、骨。動物園に来て骨見てとか。説明しよう。ゾウは陸上に生息する動物の中でも最も大きい。その大きな体を支える4本の足は太く、それぞれ5趾ある。蹄は前足に5つ、後ろ足に4つある。かかとにある脂肪層がクッションの役割を果たしている。なので足の裏は柔らかく、神経を張り巡らせているからとても敏感なのだとか。くすぐったら笑うのかな。ざっと描くと、ゾウの骨格はこんな感じらしい。ゾウの絵を描くときは、関節の位置、
背中の曲がり方、頭の形、耳の大きさ、牙の有無や大きさ、蹄の数などに気をつけよう。特に赤文字のところはアジアゾウかアフリカゾウかで大きさや形、オスメスでの違いが異なるため注意が必要。以上、スピカ博士からの解説でした。引き続き VTR の方お楽しみください。いいですね、いいですね、いいですよ。そのまま動かないで。こうなってての、待ってね。こうなってのね。ほうほうほう。面白足してんな。なるほどね。構造を理解しようと超頑張ってる。で、こういうことだよね、きっと。そうだね。なんかいろんな形取った方が後々見返して、あ、ここはこうかみたいになるからさ。うん。ここに関節がある感じかな。向こうにまだいる。向こうにまだいる。後ろ足はこの辺りに関節があって取れてるか。で、関節はこの辺りにあるか。図鑑欲しい。なんかさ、一匹の動物につきさ、一枚の写真しかないやつとかあんじゃん。いっぱい欲しいよ。なんかスティッチの足みたいな。とお尻がまだ描けてないんだな。お尻描きましょうか。うん。曲がるところってここなんだ。そうなんだよね。面白いよね。なんかこことここに関節がある感じ。うん。ここに肘があって、ここ手首じゃん。で、後ろ足はなんか、まあ普通に人間の足に近いのかな。何本指かわかんねえな。こっち来いや。ちょっと切れ気味。ゾーンに切れんなよ。尻尾が意外と長い。ちょろっとしてる。ああ、お尻向けてよ。あ、でも足の指がわかるか。3本かな。爪4ぐらいかな。あー、なるほどね。うん、4っぽい。あ、ちっちゃいの。そうだね。意外と5本とかある。意外と5本。あ、お尻、お尻、あっちにお尻が。そう、先っぽ毛あるだろうなと思ったらね。そう、なんか。なんかあのちょ貧しい人みたいな。なんかね、お尻のシワの入り方がねすごく面白い。よいしょ。いや、プレーリードッグの裏に書いてある。どう、とても面白い。ね、面白いね。骨が見たい。骨が見たい。ここら辺汚れてるのかな、怪我してる。
いい顔してるよ、いいよ、かっこいいよ、いいよ。響くわし、下向いちゃってるからな。こう、横向きましたね。横向くと、あ、はい。ポケモン言われてるやん、やっぱり。イケメンって評判ですよ、この子。説明しよう。ヘビクイワシの生態。ヘビクイワシ、長江、高目、ヘビクイワシ科、ヘビクイワシ属に分類されています。本種のみでヘビクイワシ属を構成しています。全長100から150センチメートル、翼開張200センチメートル、体重2から4キログラム、メスよりオスの方が大きい。高身長イケメンだよ。全身は灰色の羽毛で覆われ、風切り歯は黒く、後頭には黒い羽が伸長して冠羽となっています。目の周りには羽毛がなく、オレンジ色の皮膚が露出しています。ちなみに鶴の頭部にも羽毛がなくて、あの赤色は露出した皮膚になるんだよ。胞子はとっても長い。足長モデル体型だね。サバンナに生息していて、単独もしくはペアで生活しています。伸びが起こると火から逃れようと草むらから飛び出す獲物を目当てに集まり、集団で観測されることもあります。地上を徘徊して獲物を捕らえますが、翼が退化し飛べないダチョウ、タカヘとは異なり飛翔能力があります。蛇を捕食する際、その頭部に連続で霧を入れ弱らせてから食べる習性が知られていますが、蛇以外にも昆虫、爬虫類、鳥類やその卵、ネズミやウサギなどの幅広い動物性の餌を食べます。繁殖形態は卵性、ペアは一生解消されません。おしどり夫婦だね。樹上に木の枝を組み合わせた巣を作りますが、巣は同じものを使い続けるため、時に巨大な巣を形成することもあります。ちなみに骨格はこんな感じ。以上、スピカ博士からの解説でした。引き続き VTR の方をお楽しみください。面白い体してるな。横から見てもここが多分モフモフってしてるね、足元の。でここがこうなってて、やっぱり評判ですね、顔の評価は。黒いのがこの辺りにあって、長い子があって、
あるかもしれない。